こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は引き続きこれで最後にしようと思うんですけれども、隣接県協定を使って、千葉県側の高校を受験する場合ということで上位3校を取り上げている中の、まあ、今日で最後ですね、県立の柏高校です。で、柏高校って呼ばれるところが2種類ありますので、ぜひそこは注意してください。で、1つは今日取り上げる県立の柏高校と、もう一つが柏市立の柏高校がありますので、そこは、もし、まあ、ホームページ等々で見るときにですね、注意して検索をかけていただければなと思います。で、今日取り上げる県立の柏高校なんですけれども、レベル帯的には昨日取り上げた小金高校と、まあどっこいどっこいっていうところで、まあそんなに遜色はないのかなっていうところがあります。で、ただ、小金高校は松戸市なので、通学しやすい、あるいは、まあ学校の行き帰りに、まあ、寄り道できるようなところが、まあ、たくさんあるのかなっていう気がしなくはないんですけれども、こちらの県立の柏高校がですね、柏駅っていう、まあ、主要な駅はあるんですけれども、まあ、もし埼玉側から通うとすると、東武野田線で柏まで行って、で、北柏へ一つだけ乗り換えで、移動して、そこからまたバスか何かで引き返してくるような、まあ、方角的にはですね、また西の方へ引き返してくるような、そんなイメージの位置関係なので、ちょっと通学に不便、要は千葉県に住んでるお子さんにとっても、ちょっと通いづらいよねっていう場所にあるので、人気はそんなにないのかな、どっちかっていうと、昨日取り上げた小金高校の方が人気はあるのかなっていうところで、偏差値的にはそれほど、小金高校ほど高くはないんじゃないのかなっていう気がしなくはないんですけれども、昨日取り上げた小金高校が総合学科だったよっていう話をしたんですけれども、こちらは普通科の、高校で、さらには、理数科も併設していますので、まあ、勉強のことを考えて進学のことを考えてっていうことであれば、もしかすると、こちら県立の柏高校の方がいいんじゃないのかなっていう気がしなくはないです。で、今日は、この県立の柏高校から PDF で詳細なデータが公表されているので、それを見ながらお話しするんですけれども、PDF でもう10ページ近い資料が出ているので、それをホワイトボードに貼るよりも、もうこのまま一緒に見ながらですね、お話を進めていければなっていうことで、今日はペンが使えないです。そこは勘弁してください。で、まあ、上位の国公立から見ていくと、まあ、北大ですね、北大があって、国際教養も、まあ、時々あってっていうことですかね。これは今年だけですので、まあ、1名出てるんですかね、1名合格者があってっていうことで、上位が並んでいます。で、筑波が6人で、千葉大も、18人、元老合わせて19人という形ですので、埼玉側から、まあ、こちらに通ったと仮にして、最大への受験ということも、十分可能で、その最大も6人合格して6人進学しているという形です。で、その下、東京工業が1人出ていますので、理数科の方の教育も、しっかりしているんじゃないのかなっていうところ、プラス、外大も2人出ていますので、まあ、文系の子は文系なりに、理系の子は理系なりにっていうところで、まあ、上位層はしっかり合格をしていっているっていうところになってくると思います。で、東大がいるんですよね。東大がちゃんと1人いますので、現役合格していますので、東大こちら文化二類です、ですので、まあ昨日の小金よりは、まあ、上位層を本当に狙って、行くのであれば、まあ、県立の柏高校の方が、
勉強の面では、まあ、お子様にとっては行き帰りの楽しみとかそういったもので違うのかもしれないですけれども、もしかしたら県立の柏高校の方がいいんじゃないのかなっていう気がする理由がそこいらへんですかね。で、私立の方に移ってきて、まあ一番どういう並び順で出てる なのか分かんないんですけれども、で神田外語大ですかがここ2つに分かれているのもちょっと意味がよく分からないんですけれども、もうこの辺は合格しても進学者がいないっていうことになってきますかね。でこちらは2人だけ進学っていうことに、現役でなっていますので、まあ階層だとその辺になってくるのかなっていうところですかね。で、あとは、中央学院、こちらもまあ地元といえば地元ですよね。ですので2人合格して1人進学ということですので、まあ本当の階層っていうところになるとそこまで行ってしまうっていうところは注意しなきゃいけないところですかね。で、昨日も取り上げた麗澤、ですともう進学者はいないっていう形ですので、ただ、10人規模で合格者を出していますので、こちらはそこを受けておかないとちょっと心配っていうところで滑り止めとして受けているんじゃないのかなっていう気がしています。で、埼玉側ではおなじみの獨協大学もまあ60人規模で合格をして、実際に進学するのは6人っていうところですので、まあもっと上位が狙えるよっていうところですね。で、まあ、日本工業大も、進学者がいないっていうことですので、こちらあれですよね、一時期有名になった、おがくずの上で、ライトを焚いてぼや出しちゃってっていうところで、裁判まで行った、ところですよね。ですので、まあその辺は、進学者がいないっていうところですかね。で文教も埼玉側では地元ですけれども、文教も5人進学で、青学も、まあほぼ全員に近いんですかね、14人合格しての9人ですから、青学だと、まあ滑り止めとして受けてるというよりも、受かったらもう行くよっていう形で受けてるんじゃないのかな。で、まあアジア大ぐらいまで下がってしまうと滑り止めで受けて実際には行かないっていうところになってくると思います。で、ちょっとお話が脇道ですけれども、この一番右の欄ですね、ここが既卒の進学なんですけれども、ここがほぼ空欄なんですよね、ここまで見てきた中で。ですので、既卒の進学がいないっていうことは、まあ、ほぼ全員ご、現役で、進学しているんじゃないのかなっていうところがその辺からも分かってくると思います。で、学習院も、まあ、15人から20人の合格で8人は進学、まあ、約半分進学ということですので、学習院に行かなかった子っていうのは、まあ、浪人がいないところを考えるとさらに上位のところで、進学しているんじゃないのかなというところが見て取れます。で慶応は4人合格の2人進学ですから、2人が蹴飛ばしているっていうことなので、まあ多分、先ほどの、国公立の中の、まあ、北大だとか東大だとか、そういったところの上位層が、滑り止めとして受けて合格したけど行かないよっていうところなんじゃないのかなっていうところが読み取れます。あとは、まあ、国士舘出てきましたけど、国士舘だと進学者はいないっていうところですね。で駒沢ぐらいだと、まあ、半分が進学っていうところですので、まあ、同じような形で日東駒線の、レベルだと、滑り止めとして受けて、で、半分がそこへ進学をして、残りの半分はさらに上位を狙っていく、合格を取っていく、でそちらに進学をしていくっていう形なんじゃないのかなっていうところですかね。で上智でも14人合格の5人進学ですので、上位層は結構しっかり、受験で戦えている学校なんだと思います。で、先週あたりだとやっぱりそうですね、15人合格の3人進学ですので、まあ、滑り止まらなかった子が選手を選んでいるっていうところで、
その下の大東文化だと4人合格で進学ゼロですので、まあ、念のため大東文化も滑り止めとして受けたけれども、まあ、それ以上では止まるよねっていうところだと思います。で中央が出てきたんですけれども、中央も、まあ、34人合計ですね、限度を合わせて34人で、10人進学ですので、まあまあマーチではしっかり取れてるよねっていうところだと思います。で、まあ、階層の昨日も取り上げた、帝京平成、こちらは、進学していないということですね。で東海は1人だけ進学で、これが、既卒の進学っていうことになってくるので、まあ、現役の時失敗をして浪人しても、まあ、あまりそれほど、芳しくなくてっていう子が出てきてしまうと、こういった形になってしまうのかな。ですので、そういったところにならないように、まあ、高校3年間を過ごしていっていただければなというところですね。で理科大も25人規模で合格者を出して、進学は9人というところですので、理科大以上のところでしっかり進学をしているというところが読み取れます。で東洋もまあ同じような感じですね。で日大もまあ同じような感じですね。ですので、日東駒線はまあ滑り止めっていう感じなんじゃないのかなっていうところです。で明治でもそんな感じですので、まあ、半分ぐらいですかね。明治に行くのは半分ぐらい、合格者のうちのですので、残りの半分はさらに上位っていうところになってくるんだと思います。で、まあ、心配な尻尾の方の話に戻ると、目白の一人っていうところですかね。で、やっと早稲田が出てきましたけれども、早稲田も、合格者のうちの半分ぐらいが進学っていうことですので、まあそれ以上を狙って、で、滑り止めは、早稲田のその下も受けているけれども行かない子っていうのが、早稲田も行かずにさらに上位へ進んでいく、そんな感じの進学状況だと思います。で指定校の、情報も出ていたので合わせて、お話ししておくと、青山で、各学部こんな感じ、1人ずつですね。で学習院も、各学部で、まあ、1人2人で、有名なところだと、上智で1人で、中央で、まあ、各学部で1名から2名で、強化生、東京女子、この辺は女の子、まあ共学ですので女の子が、の推薦があるのかなというところですね。で東京電機大、東京理科大も、推薦を持っています。で、日大、文教大、法政、武蔵、立教も、早稲田も、推薦での進学っていうことが狙えますので、もし、こちらを考えるのであれば、まあ越谷北高校に合格するにはちょっと厳しいけれども、受けて受からなくはないんだけれども受けたら怖いよねっていう感じのレベル感のお子さんが、他に選択肢はないのって考えた時に、春日部から東武野田線に乗って柏方面っていうことで、県立の柏高校っていうのも一個、まあ、考えるだけ考える、余地はあるのかな。で、そこから天秤にかけて、他に選択肢はないのかなって考えた時に、理数科があって共学でっていうところになると、越谷北高校より下げるっていうところで埼玉側に選択肢がなくなってしまうのであれば、県立の柏高校っていうのは一つあるんじゃないのかな。で、中学生で、まあ、中二病じゃないですけれども、ちょっと人と変わったことをしてみたいとか、ちょっと人と変わった学校に進学してみたいとか、
そんな、気持ちがあるお子さんだったら、埼玉県の東部から、野田線に乗って通うっていうのも、まあ一つ悪い選択ではないのかもしれないですので、ちょっとこの辺、一つ検討してみる価値はあるのかなと考えています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。